れさせるか。試合前圧倒的有利が伝えられていた全日本ユース、なんと大苦戦を強いられています。みんなまだとっくの疲れが残っている。ここは俺一人でも頑張らなければ。今のパスに追いつけないのか。おっとヘディングのスペシャリスト伊沢くんが競り負けた。つしまった。くそ。伊沢くんマークが違う。くそ。もう時間がない。ここでリードされたら予選突破はないぞ。もらったー。台北2点目か。うわー、翼くんだ。翼くんがここまで戻っていた。何？ナイス翼くん。何やってんだ全日本。それでも日本代表なのか。クソ、基礎練習ばっかりで連携プレーの練習が全然できなかったんだからしょうがねえじゃねえか。なんで監督は俺たちより体調のいいリアルジャパンセブンを使わないんだ。ヒューガや美咲たちの代役はあいつらがやると思ってたのに、なんでベンチにも入ってねえんだ。あいつらに頼るのはやめろ。松山、あいつらは正規に選ばれたメンバーじゃないんだ。松山君の言う通りだ。この一次予選は僕らだけの手で戦おう。でもこのままじゃ、もしかしたら俺たちチャイニーズタイペイに。みんな何をやってるんだ。プレーに集中しよう。はっ、いくらお前がプロで活躍するスーパースターでもサッカーは一人じゃできないんだよ。ほらほら来た、こっちだ。そうだ、体が重いとかチームプレイの練習をしていないとか、そんなものはフィールドに立てば言い訳にしかならない。俺たちはこの一戦に対してまず気持ちで負けていたんだ。僕たちは今翼くんが示している闘志を忘れていたんだ。くそ、こんなもの邪魔だ。ほらよてめえら、いい加減にしろ。伊沢くん、しまった。しまった。よし、俺もだ。翼、教えてもらったぜ。今度は俺たちがガッツを見せる番だ。イシザック、パスが通らないのはみんなの体調を考えてなかった俺の責任だ。今度こそ行くぞ。イシザック、素晴らしいパスだが、イシザック君、追いつけそうにないか。絶対に追いつくぞ。感情、追いついた。この試合初めて翼君のパスが成功した。あれよ、イシザキ食べるか。センタリングを上げるならここしかねえ。なに、イースキックだ。おお、これを決めるために俺は帰ってきたんだ。行けー。よし、フライングドライブシュートだ。ゴール、決まった決まった決まった。翼くんのフライングドライブシュートで
そう、結局はあの男にやられたのか。ここ